どうもこんばんは、サスノです。今日はね、久々登場、親になみ飼育日記やっていきたいと思います。こいつはね、もう導入直後に比べたらかなり大きくなりました。最初はね、2センチぐらいだったんですよ。でもね、今はね、どんぐらいかな逃げんな。もうちょっと横になって。5センチぐらいですかね、ほぼ5センチぐらい。だいぶ大きくなりましたね。今はね、金魚元気っていう餌とクリルをね、交互にあげてるんですよ。で、前クリルあげた時に金魚元気食わなくなんじゃねえかなとか思ってたんですけど、今はね、両方食べるんですよ。で、クリルをね、食べる時がね、まあ可愛くて、ちょっと見てて、これね、ほれそう。なんかね、水槽の前でこうやるとねほれめちゃめちゃ可愛いですね、これ。ふよふよするんですよ。これがね、たまらなくてね、疲れて帰ってきた日もずっとやってますね癒されるんですよね、これ。ほら。ただね、気をつけないといけないのはね、やっぱりこの手のね、魚はね、いくらでも食べるんですよ。いくらでも食べるからってあげすぎると消化不良を起こすんでね、まあほどほどに、可愛いけどほどほどにしてあげないとダメです。で、この水槽もね、そろそろ手狭なんじゃないかなとか思ってるんですね。まだね、5センチ程度だから、30センチ水槽でもね、問題はないんですけど、もうちょっとなんか高さとかが欲しいなとか思ってまして、同じね、当初は30センチキューブでいこうかななんて思ってたんですけど、最近ハイタイプ多いじゃないですか。ちょっといろいろ考えてます。ただね、近々水槽の方を変えていきたいかなとは思っています。ろ過システムとかもね、ちょっといろいろ考えてるんでね、まだまだちょっと先になるかもしれないですけど、最近ね、親になみの関連動画っていうかね、そういうのを見てますと、結構複数買いしてる方多いんですよね。本当にまあ1匹2匹とかじゃなくて、5匹6匹ぐらいで、でかい水槽で飼ってる方が多いんで、そういう飼い方すれば複数でも混泳できるのかなとか思いましたけど、やっぱりね、私はこいつ1匹に愛情を注ぎたい気がしますね。複数になっちゃうとね、元いたこいつがどこに行ったのか分かんなくなっちゃいますからね。かわいいですね、本当に。ではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。またね、近々動画の方を上げていきたいと思いますので、ご視聴お願いします。では今回はこの辺で、ありがとうございました。また。